エムレン・ルーズベルト・ウィリアム・エムレン・ルーズベルトは、著名な、ニューヨークの銀行家。様々な事業を行った。アメリカ合衆国大統領、セオドア・ルーズベルトのいとこ。ジェームズ・アルフレッド・ルーズベルトが設立した、ルーズベルト・ンさんの社長を務め、ケミカル・バンク・オブ・ニューヨーク、ザ・ガリトン、ナショナル・バンク、ザ・ストル・ナショナル・バンクの役員を務め、後に、 グランドハノーバーとバンクオブニューヨークの理事会を設立した。また、東園のジェームズ・ウェイチ・ルーズベルトによって設立された、ルーズベルト・ホスピタルの院長を務めた。16年間州兵の士官を務め、第一旅団の少佐軍事受品係将校であった。通信会社に関わるようになり、メキシカンテレグラフ・カンパニーや、セントラルサウス・アメリカンテレグラフ・カンパニーを設立。 ついには、インターナショナルテレフォンテレグラフカンパニーの役員となった。また、ナッソー軍のコ部ブネックにある、ジェームズ・アルフレッドルーズベルトエステートを所有していた。セオドア・ルーズベルトとはいとことして非常に密接な関係を持っていた。政治に興味がなく、セオドアホ保護運動に忙しかったため、金融問題にも若干関わった。 セオドア大統領職の間と後に財務顧問であった。ありがとうございます。